ひろみくみこ歌の贈り物始まりました。今日は藤沢さんがちょっとこれ、ね、所用で来れなくなりましたので、また今日も、はい、のゲストの方矢沢すみおさんと最初からお話しさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日2022年6月の22日始まりましたけども、はい、ね、もう、はい、季節的には夏至だったんですよね、昨日ね。そうですね、はい、なんかね、ちょっと最近天候が不順だったもんですから、ちょっとね、そうですね、はい、ちょっと夏至のその感覚がね、うん、はい、お月様の感覚も分からなかったんですけど、そうですね、私ね、どういうわけかこの夏至の時期と、はい、夏至っていうと白夜じゃないですか、はいはいはい、ヨーロッパの方とか北半球の方は ね、はい、そういう時も私ノルウェーとかそういうとこで夏至の時経験してるんです。あら、いいですね。日が沈まないの、本当に沈まないの。なんか太陽が横に回るとか。そうですよね、それで何時になったら、ね、寝たらいいなっていうくらいに12時になっても夜中の12時になってももう明るくて、本当にそんな経験をしたことあるんですね。あ、そうですか。それと逆に酷夜っていうんですか、はい、その経験もしてるんです。あ、ってことは真冬って言ってるってことですね、ま、はい、ただね、うん、その時は冬至は12月ですよね、はい、12月からちょっとずれてたんですけどね、もう朝ね10時半になっても日が昇らないの。それで2時ぐらいにはもう日が沈むの。うわ、まあ、だからね冬だったので、まあ、周りは真っ白いから明るくは見えますけど、そういう経験をしてるんで、たまたまねこんな時期の放送だったのでこんな話をしましたけど。そうですか。まあ、ちょっとお伺いしたいんですけども、はい、オーロラってありますね。オーロラ、はい、時期は酷夜の時じゃないですか。酷夜です ね、 ですね。オーロラを見に行ったんです、何十年か前に。素敵なんでしょう、やっぱりね。私一度で見れたんですよ。わ、ね、なかなかね、冬の話してもあれですけど、涼しくなっていいんじゃないですか。そうですね、一度で見れたのでもう行かなくていいかなっていう感じで、ね、なんかね、なかなか見れないっていう話なんでね。そうらしいですね、はい、はい、あ、じゃあラッキーですね。はい、白夜と黒夜両方ね経験した話なんですけどね。まあ、僕の今の時期はですね、はい、おかげさまで毎日ほとんど雨以外はね、毎日朝4時半起きて散歩してま す、ね、ウォーキングですね。4時半、もう日が昇ってますもんね。明るいでしょ。だからはい、これからますます早くしないと、はい、そのにね、お日様が強くなって暑くて、はい、散歩ができない。そうなんです。そうですか。そう、いつから始められたんですか。そうですね、約1年ぐらい前からなんですね。あ、そうですか、それはすごいですね。それでちょっと体が、うん、少し締まったかもしれないですね、はい、内川さんとは長いですからね。あ、そうですね。そうね、でもやっぱり継続は力なりですけど、やっぱりそうやってやらないと。私はダメなんですよ、三日坊主もならない。いや、僕も三日坊主の方なんですけど、ね、2日か1日で終わっちゃうんですよね。やろうと思ってもなんせ努力が足りなくて、ね、はい、まあ、その話ね、そのウォーキングの話でですね、はい、たまたまの遊水地がございまして、はい、その遊水地に詐欺、皆さんご存知ね、詐欺、はい、綺麗な真っ白い詐欺がいるんですけども、はい、その詐欺もいろんな種類があるんです。青詐欺とかって言いますよね。そうそう、はい、ゴイ詐欺、小詐欺、中詐欺、大詐欺、青詐欺。あ、そんなにいるんですか、うん、あ、だからね、気をつけないと、はい、ね、詐欺もいろんな種類があるんでしょ。そうですね、そうですね。そう、同じ頭がいいから ね、 ね、そう、似てるんですから、みんな。あ、そうなんですか。その遊水地にいっぱいいるんですけども、大きさが違ったり。どちらの遊水地。私は横浜なんですけど。横浜の遊水地。横浜でもですね、はい、藤沢の境なんです。あ、そうなんですか。横浜の一番の山の手なんです。山の手ね、うん、いいですね。田舎で山の中って言いますけどね。まあ、そうですか。あ、詐欺ね、詐欺って詐欺詐欺、うん、詐欺ね、詐欺、うん、
あの昔それ白鳥かなと思って子供の頃思ってましたけど、はい、白鳥よりも小ぶりなんですけどね。小ぶりですよね、よく田んぼにいましたよね。でも綺麗ですよ。ああそうですか、うん、でもそういうね、そういうあの動物を探したり 鳥とか何かを探しながら歩くっていうのもいいですよね。僕は正直あの田舎が山形のものですから、はい、正直山とか、はいね、川とか、そうです、ね、船形でしたかね。そうです、緑がないとダメなもん。あ、そうですね、私もそうです。はい、偶然に横浜の山の手、はい、山の手の方に行きましたもんですからあの田んぼもあるんですよ横浜でも。あ、そうなんですか、ね、田植えが終わったばっかりです。ああ、やっぱりちょっと遅いですね。横浜遅いんですよ ね、やっぱり暖かいところは、はい、ね、あ、そうなんですか、やっと終わったばっかりです、まあね、まさかお手伝いはしてないですよね。ちょっとあ、ね、そうですか、ね、あとそのウォーキングで気づきますとね、はい、いろんなことがありまして、あの、毎日に同じ時間にキジが鳴くんですよ。あ、ちゃんと姿見せて、それであの子育ての時ってキジは絶対動かないんだそうですね、その子からね。あ、そうなんですか。今子育てしてるかどうかは僕は分からないですけども、はい、毎朝出会います。あ、 それはオスとかメスどっちか。あ、オスですよ、綺麗ですから。あ、じゃあオスですね、うん、あ、そうなんですか、はい、いいです ね、まあ、ね、私はオス、じゃあメスのキジはね、あの遭遇したことありますけど、オスにはまだもうお会いしたこと、遭遇したことないですね。オスはひろみさんの場合、オスはだっていいオスがいるからいいじゃないですか。どういう意味ですかそれ優しい立派なオスの旦那さんがいますでしょ。そうですかね、まあ、うちもね、メスがいますけど、そっちの話になりますかでもね、今はあのほら時期的に花もね、あのなんだっけ、アジサイだとか ね、今綺麗ですよね、はい、昨日行ってきたばっかりです。イタコに行ってきました。ああ、そうですか。イタコはね、あやめが終わってましたけれども、はい、ね、なんだっけ、アジサイの森って素晴らしかったですね、アジサイが。よくね、あのニュースとかでね、あの宣伝してるところありますけど、行ってみたいなと思いますけど、すごい、あのなかなか一見の価値があります。ああ、そうですか。ね、よかったですよ。私はあの街路樹に、はい、の下にあるアジサイを見て、ああと思って季節を感じ、ね、綺麗ですよね。それよりひろみさんとこ の、 あの、はい、庭にあったあの素晴らしいツツジ、ね、ツツジが素晴らしいじゃないですか。先月もお話ししたんですけど、はい、いや今年ねツツジが本当によく咲いたんです。今までにないくらいに、はい、ね、素晴らしかったですね。いろんな種類のツツジがね、咲いたので、ちょっとねお見せしてしまったんですけどね、たまたまあのこんな話をここでしていいのかどうかわからないんですけども、はい、ひろみさんの歌で、はい、ね、羽田、ああ最終便ね、最終便 ね、 なんかねすごい伸びですね、今ね YouTube でね、どうしちゃったんでしょうか。いやね、あの、ありがとうございます。とてもいい歌ですね、あれね。 ありがとうございます。それでそれが、はい、僕一番言いたかったのは、はい、ひろみさんところのお庭の花が映ってるんです、ね、それが ね、 そうですね、素晴らしいです、あれね、はい、ありがとうございます。いや、あれでだいぶ半分ぐらい上がってるのかもしれないですよそれは嘘ですけど、ね、いやいや、ね、うん、ありがとうございます。まあ ね、 ね、今日はまあ2人なので話があれですけど、はい、藤沢久美子さんの曲を、あ、そうですか、はい、曲名かけてもよろしいでしょうか ね、 ね、お会いしたかったですけどね。そうですね、はい、あの季節的にもうすぐひまわりの季節なので、はい、藤沢久美子さんの曲でひまわりをお願いします。Thank you.
ございました。藤沢久美子さんの曲でひまわりを聴いていただきました。もうね、季節的にはもうひまわりですよ ね、 そうですね。はい、夏休みはどんなご予定入ってますか？そうです、ね、実家に戻るとか、あ、戻るじゃない、帰るとかはあります？旅行とか。やっとコロナの話があまり出なくなってはきたんですけど ね、 そうですね、まだ田舎の方からですね、来てもいいよっていう許可はまだいただいてないんですよ。やっぱり ね、 そうなんですよね、やっぱりこう都会とまた違った感覚でね、違いますからね、はい、なんていうんですか、人間に人間味があって温かいところもあるんですけど、はい、ですけれども、逆に怖いところもあるんですよね。非常なところもありますからね。はい、そうです、はい、そうですね。私も今年はね、ちょっと行って帰ってみようかなとは思ってますけども、はい、なんかやっぱできれば帰れたら、ね、そうですよね、帰った方が、ね、はい、いいですよ、ね、もう、親戚忘れるわっていう言われるくらいですよ ね、 私も山形なんですけどね、矢沢さんも山形だから、はい、そうなんですね、同じようなね、今最上川も川下りとかやってるのかしらね。そういう情報をね、だから可能性はありますね。行けないのでね、そういう情報がね、やっぱり入ってこないっていうのもありますけどね。そうですね、はいはい、でも山形県の県人会の人たちはそろそろ山形に帰ってふるさと訪問をやろうかなっていう話も出てるみたいですね。そうですか、はい、なんかそういうところが山形県人会の人たちって強いんですよね、ふるさとに対する、絆がね、はい、なんか聞くところによりますと、山形県人会が全国で一番多いらしいですね。あ、そう、そうなんですか。参加人員がですね、はい、一番盛んで、 それと小さい、まあ、言い方はおかしいですが、小さいところから大きくまとまったの、もっと大きくまとまったの、何
ぱいあるんですよね。そうですよね、パターンがね、はい、そうです。ただね、コロナで、はい、全部バラバラになっちゃいましたけどね、はい、そうですね、はい、またね再開できることを願ってますけどね。そうですね、はい、はい、じゃあ矢沢さんはじゃあ今年は山形にはまだわからない、はい、まだ今のところわからないですね、うん、はい、私も調べてみて帰ってみたいなとは思ってますけどね、うん、なかなかこう、はい、それでね、あの売れない歌手をやってるんですけども、はい、売らない歌手ですよねあの、はい、ちょこちょこ入ってるもんですからまとめてね、はい、こう、スケジュールが先に取っちゃうもんですから。あ、そうです ね、あ、思うように動けない、動けない部分もあるんですよね。そうですね、はい、あの今まで何ですかね、あのコロナで延期になったお仕事が私はねちょうど7月でなんとなくもう終わりなんです、はい、ところが新しく入ってるお仕事っていうのはやっぱり10月ぐらいからで、うん、8月9月がちょっとねぽっかり空くんですけども、はい、その時に夏休みでちょうどいいじゃないですか。そうですね、その時に自分 の、 あの、うん、やりたいというか勉強も兼ねてやれることがねあったらいいなと 思います。そうですよね、はい、私ね前あの半年ぐらい前なんですけど、はい、ウクレレの話をしたんですけど、ウクレレ、ウクレレを、はいはいはい、あの習い始めやり始めましたっていうこと、はい、ね、そのウクレレがなかなか前に進まないんですよ覚えが悪くて、なんか どっかで聞いたことあるんだ。それな、違うんですよ、はい、うちの家内がですね、はい、うん、10歳になって、はい、やっと最近、はい、あのギターのベースを始めて、エレキの、あ、すごいですね、ヤマハに、あ、ね、通ってるんですけど、はい、同じようなこと言ってますよ。あ、そうですかやっぱり私もね、あのまだコロナでそのレッスンのするところがちょっとね狭いところでやるのでできないっていう話を聞いたので本を買ってやってるんですけど、あの会う人会う人にそのコードを教えてもらったりしながらうちでバラン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 やってるんですけど、曲いつなったら自分の曲が弾けるのかなって思いますけどね。でもやっぱり望みは捨てずにね、そうです、頑張った方がいいですよ、はい、あのこれで諦めちゃったらね何も意味がないのであのいつかねこの番組でもご披露したいなっていう日が来るかいいですねそれが心配なんですけどね、うん、はい、あの実はうちはね家族バンドを作ったんです。そういう方羨ましいですねああそうなんですか、はい、まあ、ところがね正直、ええ、あの他の孫とかね、はい、息子、うん、うちの家内とか、はい、まあ、いいんですけど一番練習サボってるのは私なんです。一番練習しなきゃいけない人がしなきゃいけないのが、ねはい、一番練習しないんですよ。だからいつも怒られてます、ああそうですか、うん、でもやっぱりその家族バンドっていうと何かの曲一つ決めて頑張るんですか。そうですね、でそうなんですか、あのスタジオをお借りして、はい、そうすると大きい本格的じゃないですか、はい、本格的なとこに行くんだけど、音が本格的じゃないんですよあ、意味わかります。分かります、あの音がね、あの聞こえちゃうからそうそうそう、お家でやるとね隣近所にそうなんです、あ、そういうことなんですね、うん、あ、でもいいですね、でも楽しいですよ。そうでしょうね、ぜひダーリンを連れて行ってやらせてあげてください。いや、うちは家族バンドはできないですね、どう考えてもね孫に託すしかないですね。そうです、うち孫が入ってるんですから、ね、あ、そうですか、ね、羨ましいです。じゃあ私も一人ウクレレでちょっと頑張って、うん、ここで披露してあげてください何年先になるかわからないですけどねあのでもね、あのこうね携帯なんかで、はい、あの YouTube なんかでやってるのをちょっと見てると、ね、なんとなくね弾けそうな気がするんですよね。今はこれのそういうので練習できますからね。そうです ね、ただ気がするだけでね、うん、まだものにはなってないんですけどはい、ね、じゃあ話はこの辺にしまして、はい、じゃあ私の曲で、はい、あの2年前に出しました新曲で星に約束を聴いていただきます。ぜひ聞かせてください、はい、よろしくお願いします。
見せるって、星が降るのを見せるって、あかんの山は島袋がいるんだよ。マリモの話もまだなの。ありがとうございました。星に流星と書きましてね、星に約束です。ちょっとね寂しい感じの歌だなと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、とてもいい曲ですので、皆さんにもぜひ歌っていただきたいと思っております。いいです ね、 ね、実はそれに歌にね関連したことなんですけども、はいはい、私実は歌謡教室をやってるんですよ、はい、その先生ですか。一応そうなんですよ、はい、あそうですか、はい、それで、市川さんの歌をね、はい、私聴かせていただいたら、はい、とってもいい歌がね、僕気に自分なりに気に入った歌がですね、恋しやつがると、はい、それと羽田発最終便ですか、はい、あの2曲がすごく気に入ったんですよ。 ありがとうございます。ぜひね、今ちょうど津軽物 の、 教室をやってるもんですから、はい、そのね、内川さんのこういうとってもいい歌があるということで、はい、教室それを2曲やりたいと思うんですよ。嬉しいです、ありがとうございます。 YouTube ですごく今伸びてますね。そう、どうしたんでしょう ね、 私もね、特に羽田発の方がね、それがすごい伸び方です。私もね、びっくりしました。なんでこんな、なんでって思いました、ね、僕を差し置いていくんだと思いましてそうでしたね僕のやつは200とか300なのに、いや、ね、なんか本当に素晴らしいです、うん、ありがとうございます ね、 ね、 ね、何でもやっぱりいいものは何年経ってもいいって言われて、ね、ね、時々今まではほら新曲が出るとどうしても新曲を歌うっていう機会が多かったんですけど、はい、小石八津軽はね時々歌わせていただいてます、うん、今でも。だからおかしなもんでね、はい、僕も正直、デビューして16年になるんですけども、はい、今頃になってからね、またデビュー曲のあたりの曲がね、はい、いいからって歌い出してる人も そうなんですね、いてくれるんですよね、はい、だから、ね、いつどっかどこでどうなるかわからないので、お互いに頑張りましょう。内川さん12月31日用意しといた方がいい、あげといた方がいいかもしれない。いやいや、もうスケジュールいっぱいで
お断りするしかないんですか。そうですか。言ってみたい。ねえ、そう、はい、僕もね、あの、本当ジュアの金を使わなきゃいけないんで、あ、そうですよね、ちょっとお断りするようですから。そうですね、はい、煩悩を忘れるといない。ね、それではじゃあ今日のね、ゲストの矢沢さんの曲を、はい、何から、はい、ありがとうございます。じゃあ ね、はい、これが演歌でお願いしたいんですけども、はい、じゃあよろしくお願いします。曲でこれが演歌でした。これ作曲はご本人なんですね。はい、今ちょっとここでプロフィールをね見させていただいてるんですけど、ちょっと面白いことが書いてあるんですよね。何ですか。民謡を始めたのがね1975年コロがついてるのがびっくりしましたけど、はい、ね、素晴らしい曲。やっぱりあのバンドがあの家族でできるくらいの、ご家庭だからこういう作曲もできるんですね。はい、正直ですね、はい、これはあの昭和のイメージ、はい、最近あの、ね、はい、いい歌は、現代風の演歌はいっぱいありますけども、はい、うん、これ昭和のイメージを出して、あ、そうだったんですか。ですけど、ね、これもっと宣伝しなくちゃダメですね。僕が作りましたっていう感じでね。ありがとうございます。行きますかね。ああ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、うんね、昔はね、はい、ごめんなさいね、はい、ちょこっとばかり、昔は恋をね、いつかは、はい、頑張って、はい、ね、一人前になろうとかっていう、そういう時代があったんですよね。はいはい、今はもうね、そういうところか、ゲームが忙しくて、そういうところじゃないんじゃないですか。ああ、そうね、うん。素敵な曲ですね。余計なこと言いました。じゃあ2曲目も続けて。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、
私のふるさとですね、山形県は船形町ですね、はい、船形墓場を聞いてください。はい、これはいつ頃の曲ですか。ゴロでしたっけ。ゴロって書いてあるから私もびっくりしましたけど、はい、はい、そうです ね、これもう2006年からだから、うん、2009年なんですね。あ、そうですか。ごめんなさい、はい、8月25日発売ですね、はい、それでは船形墓場ですね、はい、聞いていただきます。船形墓場です。望んだ母さんの雪の白さが目に浮かぶ。お下げ髪初恋の人、思い出します船形墓場。若いの川のせせらぎ湯の香り、幼なじみのあの人は、噂では今でも一人、会いに行きたい船形墓場。はい、ありがとうございます。なんか素敵な詩ですね。幼なじみはまだ噂では一人、そうですね、会いに行きたいとは、なんかすごいロマンチックですね。でもやっぱこれ、あの、正直歌わせていただいてる時はやっぱり、はい、ふるさとが浮かんできますよね。あ、そうでしょう ね、素敵な曲ありがとうございます。それでは今日はあのもう一曲続けていって、あ、ありがたいです、よろしいんですか、はい、あの矢沢さんの代表曲みたいなんで、そうなんです、元気の出る曲ですよね、これ大好きなんです。ありがとうございます、はい、あの宴会向きの歌です ね、はい、そうですね、宴会芸みたいなもの、はい、ついてる温度聞いてください。はい、お願いします。俺は本当についてるんです、生まれた時からついてるんです。金の湯船で産湯を使い、金のゆりかご錦のおむつ、
じいやばあやがにメイド付き、はい、俺は本当についてるんです、あ、ついてるついてる、はいはいはい、ついてる温度。入試入社もついてるんです、一流どころでついてるんです、出世階段登って行けば今じゃ社長と呼ばれる身分、車ベンツに美人秘書、俺は本当についてるんです、あ、ついてるついてる、ついてる温度。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当に乗れますねこの音はねあのおかげさまで、うん、宴会では受けます。そうですよね、宴会じゃなくても受けそうですよ本当に。詩が素晴らしいねこれもね。ただね、コロナでね、暗い時期だったんで ね、はい、ですね、考えたこれで元気出してもらおうと思って ね、考えとね、前ご一緒した時はね、あの後ろでね、あの奥様のお嫁さんがね、はい、はい、そうなんですよ、はい、あの時のね、はい、あの時の、あのなんていう標語ですかね、はい、あの1億2000万人の中から、はい、ね、たまたま2人うちの家内と隣の奥さん、これが、ね、選ばれてキャッチフレーズだった。ああ、そうだったんですか。ね、厳選なる厳選なるね、あの審査の結果、24金よりも高い100金で、そうです、揃いましたね。よく知っていいじゃないですか。はい、それ覚えてます。そうです、はい、私最初何のことかちょっと分からなかったんですけど。100均の方がね、24キよりあれですもんね、うん、金としては。 ただ雨に弱いんです。雨に弱いね、それね、でもありがとうございました。はい、それではあの私の曲なんですけどね、今、はい、この曲が羽田発最終便を歌わせて、あの聞いていただくたいと思ってますけど、なんだか YouTube で乗りに乗ってまして、そうですね、はい、本当ね、僕も時々 ね、はい、見させていただいてるんですよ、はい、あのね、ひろみちゃんにこう伸びてもらいたい。本当にそれ以上伸びてます、ね、背も伸びてくれればいいんだけど本当に あの、ありがたいことにね、あのぜひね、今日はその曲を皆様にもう一度聴いていただきたいなと思いまして、選ばさせていただきました。内川ひろみの羽田発最終便、聴いてくださいませ。悲しみ振り切るように翼を震わせ離陸した、羽田発最終便で帰るふるさと、今でも雪景色、さよならあなた、あなたさよなら、過去を凍らせて待ちます、遅い春。
窓辺で涙を拭けば見送る明かりも泣いている羽田発最終便に乗せる幸せ叶わぬ ありがとうございました。羽田発最終便聞いていただきました。ですね、本当 ね、あの矢沢さん の先生、矢沢先生にじゃあ生徒さんにぜひ歌っていただき、うんね、喜んで 歌うと思いますよ、ね、よろしくお願いします、うん、ありがとうございました。それでは矢沢さん、あの、はい、これからの何か活動の何かありましたら。そうですね、はい、肝心なところ、あ、そうですね、まあ、28日浅草木馬でやりますよね。ひろみさんも出るんでしょ。そうです、ね、ご一緒させていただきますね、はいはい、29日がですね、横浜南公会堂で、ね、はい、これですね、横浜歌祭り、ああ、すね、すごい素敵なゲストさんいっぱいですね、はい、そうですね、うん、まあ、あとはね、あの大きいところでいきますと、なかなかね、8月10日ですかね、クリエイトさんって音響屋さんが主催の、はい、やっぱり発表会で、はい、横浜港南公会堂でカラオケ大会と。ああ、そうですか、はい、なんかすごいスケジュールがいっぱいですよね。そうなんですね、ちょっと、はい、あの、うん、コロナがね、明けたもんですから、そのようなやつが結構いっぱいありますけどね。ああ、そうですね、はい、ね、でも体に気をつけて頑張りましょうね。これだけこなすのは大変ですよね、はい、うん、そうですね。それとその他に、はい、時々あの、私あの実はの都市&ハッピーゴールドっていう、ね、あ、なんかね、はい、昔のゴールドね、うん、はい、ブルーじゃなくて、はい、そう、はい、あの後継の人がね、はい、最初のリードボーカルをやっていただいたあの、はい、うん、鹿児島敏夫さんっていうのがリーダーで、はい、それであの結成してるんですけども、はい、その歌を時々挟んでやってるんですよ。あ、素晴らしいですね、はい、うん、ところが、はい、私は実はですね、背がすごく高いもんですから、はい、皆さん175以上あるんです、はい、私だけがガタンと下がる。176あるんじゃないですか。そうです、はいはい、あの、なんか植木鉢かなんか登ればね。それでね、本当それで困ってるんですけどもね、いや、うん、今のところなんとか ね、 それは、うん、か活動はしてますけどね、出さらずにね、はいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあ私の方もいいですか、はい、じゃあね、あの6月の28日は木馬亭ですね、はい、それで7月の1日が、越谷サンシティホテルで、あ、ホテルじゃん、ホールで、はい、あのカラオケ大会の選手権がある、そこのゲストとして歌わせていただきます。それと7月10日があの浅草より発信で昭和の東京の歌コンサートっていうのがありまして、ね、はい、これをに参加させていただきます。あとは8月の5日はあの歌手協会の、松原信枝さんが主催なさるっていうことなんですけど、あ、そうですか、はい、そこでも歌わせていただきます。で、私はそれぐらいかな、うん、まあでも ね、はい、ね、その後はまたね、あるんですからね、はい、あとはYouTube でね、時々頑張らせていただきながら、この番組ももちろん頑張りますけども、はい、もう本当でもね、はい、ひろみさんこれからますます本当活躍できますよね。いや、あの YouTube の伸びを見たらね、
皆さんぜひ本当 YouTube 見てみて、ね、あげてください。ありがとうございます。本当ね。ね、すいません。うん、ところでね、はい、まだちょっとお時間があるみたいなんですけど、はい、今季節はあれですよね。私ね、ホタル。はい。ホタルの時期だと思うんです。ちょうどこの梅雨時の、そうですね、7月、もうすぐ7月になりますから、はい、さくらんぼの時期はもうすぐ終わるよね。田舎、まあ、今が最盛期かな。そうかもしれないです ね、 そうですね。田舎いる頃はよく見たんですけども、こちらで横浜はね、うちのところはホタルはいるんですよ、確かに。ああ、そうですか、まあ、数は少ないですけどね、何か所かあるんですけども、ひろみちゃんとこは、うちはもう都会だからね、いいね、山手じゃないから、1回2回都会って言ってみて、ね、山手じゃなくて下町なのでホタルは飛んでこないですね。そうだよね、ホタル見たいですね。でも、うん、やっぱりホタルの時期はね、はい、独特のなんか夜のこう、そうなんか蒸し暑くて、そうね、ありますよ ね、 ね、ああいう時にホタルを見るとやっぱり、はい、すごく情緒がありますよね。そうですね、なんか癒されますよね、ね、本当、はい、ね、そんなところで、はい、育った私たちですけども、そうなんです、ね、はい、まあ、まだもうちょっとお時間ありますけど、あ、そうですか、まあ、お伝えすることありましたら、そうですね、まあ、はい、この辺で私が言えるのはね、はい、僕時々川柳、サラリーマン川柳と、あ、すごい、違う、見る、作るんじゃないの、はい、あ、作るんじゃなくて見るのよ、見るのも、はい、面白いのが結構あるんですよ。そうですよね、そういうの時々ね、はい、書いてて、自分で一人で遊んでるんですけど、はい、聞いてね、はい、面白いのありますよ、はい、タバコより体に悪い妻の愚痴とかね。何ですかそれは。はい、あとは、あ、結構いいですか、いっぱいあるでしょ、はい、どうぞ、面白いですよ、ドットコム、どこが小物と上司が聞くって。あ、これはなんかあれですよね、うん、私らの年代の人たちは。そうなんです、そう、課長いる、帰った答えは、うん、いりません。こんな川柳もあるんです ね、 ね、うん、我が家では、うん、子供ポケモン、パパのけもん。あ、そうです ね、 ね、 ね、川柳も本当よく考えられてますよ ね、 ね、本当すごいと思いますよ、ね、よく考える人は ね、はい、ね、いいかない、10年たら経ったらおっかない、あ、おっかない。ね、はい、はい、今日もね、どうもありがとうございました。すいません、お騒がせしましてね、すいません、またいらしてくださいませ。ありがとうございます、楽しかったです、はい、ありがとうございます。今日はね、2人でだったので、ずいぶん助けていただきました、ありがとうございます。はい、来月は、7月の27日の水曜日、15時30分から始まりますので、皆さんぜひの見てみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。若いで重ねに夜なべして丸めた毛糸を